モンスタースポーツの渡辺です。今回は ZC33 のピラーメーターフードと3連メーターポットの紹介をします。多分 ZC33 手に入れて皆さんそろそろカスタマイズが少しずつ進んできたかと思います。コンピューターも我々発売してもうちょっとでターボチャージャーのキットなんかも発売されます。チューニングが進んでいくとやはりブーストを見てみたい、さらには水温はどうなのかなとか、油温が油圧がまあいろんなことが気になる時期かと思います。まあその中で、非常に見やすい3連メーターポットとピラーメーターフードすでに販売してますんで、まあ、今回それを実際装着された車を実際見ていただいて、まあ、イメージを沸かしていただければと思います。夜間走行だとか実際走っている昼間の走行、まあ、いろいろ映像を揃えてますんで、ぜひ参考にしてみてください。カスタマイズしていく上で、エンジンチューニングって欠かせないチューニングの一つだと思います。まあ、その中でいろんな温度だとか圧力っていうのは、まあ、見て管理するのも必要だし、見て楽しむのも一つかと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。